ックストレッチに入っていきます。2番の大木が誘導員をかわす。5番の猪狩はどうするか、一旦5番手まで下げました。残り600の鐘。さあ2番の大木が少しずつペースを上げていくか、後ろの様子を見ている5番手、じっくり構えた5番の猪狩。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。さあ2番の大木がペースを上げていきます。5番の猪狩はまだ5番手、ここは大木の先行になった。さあ4番手から早めに3番の宮下が仕掛けてくる。それに乗るような感じで5番の猪狩も踏んでいく。バックストレッチ。さあ3番の宮下が先頭に変わるが、後ろから5番の猪狩がそれを一気に捉えにかかる。3番の宮下も懸命抵抗する。4コーナーから直線。5番の猪狩が先頭、2番手は1番の清水を追ってくる。5番の猪狩1着ゴールイン。2着1番の清水、3着に3番の宮下です。